張玉は、中国語館末期から三国時代にかけての武将。食官に仕えた。字は母木。駅州派西軍南三国県の人。子は張英、蝶栄、蝶守優。孫は張役、蝶役貧家の生まれだったが、若い頃から死急層な人物として知られた。20歳の時に、県の高想となった。215年夏5月。 劉備が駅州を平定した時に山賊が県を襲った。県霊は家族を捨て逃亡したが、町玉は自ら、白羽をかいくぐり、県霊の家族を助け、これを避難させた。このことを劉備から高く評価され、十字に認じられた。時に、同軍の詩人協力、要は二千国の位で名声があり、町玉は彼らと親しく付き合った。227年。 交換軍の面築付近が山賊、長子のブラに襲われ、長玉は討伐の任に当たった。山賊は攻めても逃げ散ってしまうため、これを戦って討伐するのは難しいと判断した。そこでは僕と偽って、賊を主演に招き、自ら側近を率いて、長子のブラ五十人余りの首を切った。後に、騎馬門将軍に任じられ、 馬中の副将として、西南エビスや京族などの異民族を討伐したが、その勝利は長玉の武勇、計略によるところが大きかった。南エビスの竜兜が反乱を起こした際には、長玉は馬中に属して、常に、軍の先人として戦い竜兜を切った。脅威西への異民族が反乱を起こした際には、馬中に、軍の指揮を任され、彼らを降伏させ、 兵2000を得、これを、冠中に送った。諸葛亮の死後も南中に駐屯し続けた。当時の古史軍は異民族が勢力を拡大していた。ため、大使に任じられた者も,も恐れて、軍内に入らず、軍として機能していなかった。張玉は、大使として赴任すると、音徳と威信を示して、多数の部族を基準させ、従わない部族は計略を持って打ち破り、 軍の機能を回復させた。即族の族長である冬、愛と弟の海峡らは、降伏した後に、再び反乱を起こした。長玉は冬愛を討ち取ったが、冬、愛の妻は、防雨氏族の王女であったため、長玉は一計を暗示これを許した。海峡は勇猛にして、都市イサムで、諸部族に深く威敬されていた。 海峡は西境に逃亡したものの、側近の二人を、長玉に偽って降伏させ、長玉の内情を探らせていた。これに気づいた長玉は、手厚い印賞を与えて離反させ、二人は、海峡を図っておびき出した上で殺した。海峡が死ぬと、諸部族は、安定を取り戻した。菅義美軍の防御族の狼児は四千個余りを、率いている王であったが、 父の姉妹の夫の冬、愛の恨みを晴らそうとしており、叔父の狼オオリに冬、愛の手勢を引きさせ退治させた。蝶玉はこれに対して、近親者を派遣して、牛や酒を振る舞い、冬、愛の妻を狼オオリの元に返し懐獣させようとした。狼オオリは蝶玉から恩師を受けていたこともあり、姉に再会できたことを喜び、配下と共に蝶玉に服属した。 長玉は厚く少し、待遇を加えて帰らせた。防牛族はこれによって、ついに反乱を起こすことはなくなった。さらに、長玉は部下を派遣して、狼寺に貨幣を送り、シュート目を通じて、狼寺を懐従した。狼寺は一族を率いて長玉に服属し、長玉は、これと、名声して100年間あまり途絶えていた、防牛領内を経て、 生徒に至る宮道を開通させ、天役を復活させた。上奏して、狼寺を、暴牛王に封じ、死者を使わして、狼寺に調考させた。蝶玉は、ナデエビス将軍に昇進し、引き続き軍の統治を任された。また、各都の奇卒の李元武将は、当時の古史大主であった、強禄を殺しており、蝶玉はこれを捕獲して、 罪状を数えたて処見した。長玉は、軍の城が破損していたので、代わりに小さな砦を築いた。在官3年にして軍から去る頃には、軍城の修復に尽力しない、異民族の男女はいなかった。長玉は、辺境の異民族が、長らく独占していた、塩鉄を呼び、漆を産出する手、大昇る、秘密の三県の統治に乗り出し管理を派遣した。 帝の異民族を率いていた狼神は、半季王の母の兄弟で、万位に、大いに侵入されており、長玉が、自らの権益を犯しに来たことに起こり従おうと、しなかった。長玉は、創始数十人派遣し、狼神を捕らえて処刑した。一体は異民族へ返し、彼らに厚く創始を加え、狼神の悪事を明らかにし、加えて、 反乱を起こせば殲滅すると脅しをかけた。異民族たちはひれ伏し過やちを陳謝した。張玉は牛を殺して、共演を模様し、重ねて、恩心を与えて使用鉄を獲得し、軍師を豊かにした。その後も、軍事、行政面において、大いに功績を立て昇進を続け、東和田将軍に任じられ、館内港を賜った。異民族の統治に尽力し、 彼らから大いに慕われた。蝶玉が中央へ召喚されることになった際には、異民族の民は車にすがり涙を流して悲しみ、また百余人もの部族の王が蝶玉に従って、諸区へ長行した。晩年は、重病で歩行も困難な状態に陥ったが、脅威が北伐を再開した254年、重病のみを押して従軍した。この戦いにおいても、 適度の利感の基準を成功させるなど治略は衰えず、最後は義の女ただしと戦って戦死したが、長玉の部隊は味方の損害の倍以上の敵を殺傷し、助出を戦死させた。恩講を受けた多くの異民族は長玉の人没を聞き、涙を流して、同国を繰り返し忍んだ。また、最後の戦役の出立に際して、長玉は流禅に対し、真は、 陛下の恩寵を受けながら、病によっていつ死ぬか分からぬ身となってしまいました。急に世を去りでもして、ご幸恩に背きはしないかと、いつも恐れておりましたが、強行して、願いが叶い、出陣する機会を得ました。仮に、領主を平定したならば、真は外にあって、逆賊を防ぐ首相となりましょう。しかしながら、もし不運にも勝利を得られなかったならば、 我が命を捧げ国家の御恩に報いる所存でありますと、別れの言葉を述べている。竜禅はその言葉に感動し、彼のために涙を流したという。その死は、多くの人々に惜しまれ、病を立てて祀られた。長玉の孫の長役は精神に使え、領収死死となった。長玉は人物を見る目にも優れており、以下のような辞籍が残っている。 236年、帝族の王である、府県は職会への基準を願い出た。しかし、約束の日になっても帝族の部隊が到着しなかったため、章はこのことを大いに心配した。その時、張玉は、府県の弟は狡猾であると聞いております。また、府県の手柄に同調できない親族が、かなりより、部族間で分裂が起こったのでしょうと言った。 果たしての府県の弟は四百戸を率いて、義へ振り、職官に基準したのは、府県ただ一人だったという。一方、三国志五種伝を呼び、歌謡国市では、府県が四百戸を率いて、将軍、長安氏に伴われ、高都県に居住したとある。将の公認となった日は降伏したばかりの者のでも、信用するなど、あまりに、不要人であった。このため、 蝶玉は暗殺の危険性を忠告した。しかし、火は聞き入れなかったため、果たして253年正月の宴で、義の交渉であった、各順によって殺害された。また、同年に、呉の諸葛つとむが義に出兵しようとすると、蝶玉は、諸葛つとむの計画を急進だと思って、その重邸にあたる諸葛船に手紙を送り、諸葛つとむに忠告するよう要請した。 果たして、諸葛務は失脚し、呉の喪失である孫春によって、一族諸友みなごしにされた。254年、老政軍、敵道県庁の李官が職官に基準したい旨の書官を送ってきた際、軍臣は李官の降伏を疑ったが、張玉はこの降伏を偽りではないと主張した。果たして、職軍が敵道に至ると、李官は縄文を開いて基準した。 また、人との付き合い方についても、道理を大事にした逸話が残っている。何氏は若い頃からの旧友であったが、たまたま疎遠であった。ある時針玉が、重病にかかったため、何氏はそれを聞いて、名医を派遣した。その甲斐があって長玉は解放に向かい、その恩義を生涯忘れなかった。義から職官に亡命し、釈将軍となった、加工派は、 蝶玉に対し、あなたとは疎遠でありましたが、窮地のもののようにあなたに気持ちを寄せているのです。どうか、この気持ちを、はっきりと知ってくださいと言い、信仰を結ぼうとした。蝶玉は、私は、まだあなたを理解していないし、あなたも私を理解していません。大きな道は彼方にあるのです。どうして心を寄せるなどとおっしゃるのですか。願わくは、3年経った後、 改めてその言葉をおっしゃってくださいとたしなめた。見識のある人たちは立派な話だと評価したという。小説、三国志演義では、南蛮遠征からの登場となっているが、目立った活躍はない。宿遊に一騎打ちを挑み、帰り打ちにあって馬中と共に捕獲されたり、北伐では、王相とも一騎打ちして、重傷を負ったりといった描写がある。 最後は義軍に追い詰められた脅威を助け出すため、突撃し、矢の雨を浴び戦死した。先生通史巻七十によると、張玉の墓は、関中司法条件柏郊外の中部北側の民家の中にあり、現在その墓碑は、関中市博物館に搬入され保存されている。ありがとうございます。